はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はゴーレム呼んでいきたいと思います。バージョン 6.5 前期に入ってからレベル解放が来たおかげでゴーレムというのがこれまでは呼べるか呼べないかみたいな感じでしたが、これからというのはなんと確定で呼べるようになりました。129レベルからゴーレムというのは確定で呼べるようになったことでさらにね効率が上がりました。今回はどれぐらい効率が上がったのかやっていきたいと思いますので、ぜひとも参考にしてみてください。そういうわけで早速やっていきましょう。それではね、早速やっていきたいと思うんですけども、最近ちょっと自分気づいたことがありまして、魔物使いもやはり素早さが大事だということに気づきました。これまで総流打ちでターンが無限に溜まってくるので、獲物呼びでもまあ変わらんだろうなっていう風に感じていたんですけども、実は素早さ低いと、ちょっと獲物呼びがですね、ちょっと遅くなると。まあ要はターンが溜まるまでがちょっと遅いんですね。まあそこがあるんで、まあ少し残念なことになりがち。まあなので、まあとにかく、まあ、素早さをガン盛りしてきました。よろしくお願いします。うぅ!よし。で、とりあえず、ま、5体呼びます。まあ、いつもよりね、素早さ上げたんで、ターンの周りが早い気がする。うん、早いわ。体感でわかるぐらい早いわ、これ。よし。で、からの、よいしょ。で、5体溜まったらボケすればいいんで。で、ボケをしたら、まあ、こちらテンションが溜まるんで、A を巻き込むようにして、疾風陣雷を差し込んでいきます。で、そうすると大体 A が死ぬので、まあ、2体倒してたら方向、1体だけだったら、ま、そのまま普通に呼ぶだけで。で、うわ、いい感じですね。いい感じなんですが、まあ、ちょっと自分の判断ミスで、方向じゃなく、通常獲物呼びをしてしまいました。よし、これで OK。で、H まで呼んだら残り2体ということがわかりますので、まあ、この辺で、ま、いい感じにちょっと呼んだり、で、あとは、ボケとかすることによって、仁王立ちの予防にもなるということなんで、で、あとは、よいしょ、火力をねじ込んでいく。で、よし、あ、いいぞ、で、J、OK、倒した、よし。で、ゴーレム A をいかに早く倒すかっていうのも結構大事になってきまして、ゴーレムを A を倒した瞬間から次のポップの湧き時間がスタートするんで、まあ、A をいつまで経っても倒さないと、そのまま次のシンボルが湧かないんですね。まあ、なので、もう最初の A、こいつをいかに早く倒すか、それを考えましょう。で、よし、とりあえず5体呼びます。で、そしたら、5体呼んだらボケ。この流れは絶対に変わらない。で、ボケしてもろて、よし。これで仁王立ちとかも防げるんで、で、ウォークライして、で、全部倒さないように気をつけながら、ま、いろいろこう巻き込む人を調整して、で、とりあえず A をもう速攻倒していく。で、あとは、いけるか?多分 B 倒せるでしょ、これ。いや、ダメか。え、ダメか。いやいやいや、ギリギリ間に合ったか。いや、間に合った、間に合ったっぽい。よし。で、そしたらなんか C の方が、まあ、ちょっと HP 高めなんで、まあ、ここで調整してもろって、で、ちょっとあれだな。大丈夫か。そしたら残り2体。H まで出てるんで、もう残り2体ってことは分かってるんで、まあ、ここで一気に差し込んでいきます。テンション2段階溜まってるんで、まあ、ここは、よいしょ、悶絶打ちして、火力も出しつつ、ボケの時間がもったいなかったんで、もうボケをすることなく倒し切ります。よし。どんどんやっていきましょう。はい、獲物呼び。はい、よいしょ。で、前までと違うのが、126レベルの時だと、呼びが確定じゃなかったんですね。なので、若干やっぱ、事故とかありましたけども、今だと呼びが確定になったので、だいぶやりやすくなった。で、よいしょ。で、ウォークラして、で、よいしょ。おー、気持ちいい。で、2体呼べるんで、ここは、よし。まあ、2体呼んでもろて、で、ちょっとなんか、数的にあれなんで、1体減らして、で、またガンガン呼べる時に呼んでいくということで、よし。H まで呼んだので、残り2体ということがわかります。まあ、D があれ死んでもらえればいいんですけども、なかなか倒してくれないですね。よし、倒してくれた。よし、ちょうどいい感じに倒してくれたんで、まあ、ここでまた呼んで、で、あとは悶絶打ちで、火力を出していく。で、G がちょっと今回 HP 高めなんで、この辺を調整してもろって、で、よし。ここ行きますね。おいしょ!はい、気持ちいい!はい、次のゴーレムがね、もういい感じに湧いてくれております。ありがとうございます。で、よいしょ。よいしょ。また5体まで呼びます。で、5体まで呼びましたら、次はもう決まって、はい、こちら、ボケをかましていくと。よし。はい、素晴らしい。で、ちょっと今回なんか全部やっちゃいそうなので、まあ、ここはちょっと気をつけながら、ちょっと A がなんか、いつまで経っても HP が高いままですね。
ちょっとここはさすがにもう5体目を呼んでもろって、よし、なんとか倒したぞ。で、ここで J まで呼びました。自分スーパーハイテンションなんで、このまま、悶絶アタック。いや、でもちょっと今、二王立ちされちゃったんで、少しタイムロスですね。で、5体まで呼んで、ボケを全部に当てていく。ボケをすることによって、二王立ち対策になるんで、二王立ちを防ぐという意味でも、やはりボケというのはやっておく必要がある。で、よし、いい感じに、おりゃ !A も倒していきたいが、ちょっと難しいかな。いや、大丈夫そう。いや、大丈夫そうなんで、呼びます。で、二王立ちしてるんで、まあ、ここはボケとかで、よし、二王立ち解除してもろって、で、あとは悶絶で火力を出していきます。よいしょ。で、一説によると、放置でも1100万とか、いける人いけるらしいんで、自分なんかはね、いや、どうでいけるかな。ちょっとマジでさすがにそのレベルになると、ちょっと自分じゃさすがに追いつかないレベルになってくるんだけど。よし、二王立ちしてるんで、ここを解除する目的でボケをやっていく。で、ちょっと今回 A の位置が微妙すぎるんで、まあ、この辺であれば多分3匹ぐらい巻き込めるかな。あー、ダメだった。まあでもサポートのおかげもあってか、いや、だいぶ効率がいいですね。やってる感じ。素晴らしい。で、よいしょー。あー、気持ちいい。で、 A を倒したんで OK。 第一関門はクリア。最初の A がいかに早く倒せるかっていうのがめちゃめちゃ大事なん で、よし。で、2体呼べるわですね。よし、2体呼んで、であとは D を倒してもらえればそのままいい感じ。いや、いけそう、全然いけそう。よし、 OK。 で、これで J まで呼べました。テンションも多分いい感じに溜まってるんで、よし、ここは一気に悶絶で決めてしまいましょう。で、素晴らしい。で、J がね、一番最後に出たということは、一番 HP が多く残ってるんで、まあ、こいつをさっさと倒していく。よし。あ、爽快ですね。マジで最速を極めたい。5体呼んだんで、ボケで、よし。死ぬ。マジ死ぬて。やめてください。よし、危ねえ。うわー、よいしょー。気持ちいい。で、悶絶打ちで、いい火力です。はい、素晴らしい。たまにね、二王立ちとかで結構事故起きちゃうことあるんで、まあ、そこだけもう、この人元気玉に何回起こるか、それがちょっと怖いっすね。そこだけでやっぱだいぶ効率って変わってきちゃうんで、まあ、本当にそこが起こらないことを祈りながらやる。なあ、よいしょー。周りがね、ちょっとゴーレム倒しすぎて、金箱だらけになってきました。まあ、これいっぱい宝箱溜め込みたいですね。よし、二王立ちしてるんで、ここはボケで、一気に、ボケ、二王立ちを剥がしていきます。位置的にここかな。ちょっと A を巻き込めればいいんですが、よし、OK。でしたら A をさっさと倒していける。OK。しかもトリックゾーンが刺さったんで、ここは2体同時呼びもいける。で、テンションの暴力して、あー、ちょっとここで自分死んでしまいました。情けない。なんとかなりそうか?なんとかなりそうな感じがある。よし、あ、そんなにタイムロスはなかったっぽいですね。よかったよかった。で、次のゴーレムが湧いてないので、まあ、ここは MP 補充でもしておきましょう。よし、湧いてきた。で、ここまで残り時間が15分ですね。実際今どれぐらい稼げてんだろうか。おーし。ゴーレムが湧かない。なんか早く倒しすぎるとなんか次湧かねえのかな。結構湧きにくい時があるんですよね。何なんだろう。おいしょー。よし、A を倒した。おっと、ここでゲノミーが出てきてしまった。ちょっとこれはマジで罠だな。メタキンが出るぐらい罠だな。いや、開幕に倒せるんだけど、やっぱこのリズムを崩されるという意味で、やはり開幕のゲノミーというのはマジでやってはいかんと思う。なんとかちょっとリズムを取り戻していきたい。そのボケをして、よし、からのなんか引っかかってる。後ろにいるが、まあ、ここはやってしまえ。うおれ、いいダメージ。あ、素晴らしい。で、残すとこあと2分になってまいりました。まあ、これやって、次やって、それで終わりかな。まあ、多分そんぐらいだと思うんですけども。まあ、今回特に事故もなく、まあ、とはいえど別にいい結果を連発できたわけでもなく、ザ普通みたいな感じの結果になってしまったんですけども、まあ、実際ね、どういう結果が出るのか、マジで楽しみでしょうがないです。よいしょー。いい気持ちいい。で、あとは、こちら、こいつにこうやって、よし。で、残り1分らしいので、もう正真正銘、これがラストとなります。まあ、1分残してるってことは、まあ、ここで1分残してるってことは、結構好調な回が何回か続けば、もう1セットいけましたね。いや、ちょっとそこがね、少し残念なところではあるけども、まあ、今回の玉木を予想すると、おそらく1020万ぐらいなんじゃないかなとは思う。いや、正直、もう1セットできたってことを考えると、まあ、なんとも言えんわ。
ちょっと調子悪かった、いやなんか微妙に調子悪かったのかな、まあそういう回になってしまったとちょっと思わざるを得ない。ああどうやら切れたみたいです玉が。まあどうなんでしょうか。まあとりあえず最後ということであれば K まで呼ぶのがまあ一般的なんで、まあ K まで呼んで経験値をカンストさせましょう。おいしょい、まだか、いやまだ倒せねえ、よし、こら死ね、結構しぶといですね、最後の最後、よし OK です、ありがとうございました。はい、というわけでね、まあ頑張ってやったわけですけども、気になる玉球の方はどれぐらいだったんでしょうか、聞いてみましょう。それでは気になる玉球はドゥルル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 ちょっとなんか残念ですね。なんか一説によると1100万とか出す人がいるらしくて、いやちょっとなんか今の速度でこんなにやってガチガチにやってこれだと正直、いやマジで実際見てみたいっすよね、どういう感じなのか。会長曰くピオラらしい、なんか味噌というか、まあその1100万に乗るための条件みたいな、旅のピオがかかった回数の引きとマモピオ CT の引き重なるとき、まあ結構ありましたね。1分20秒台とか出せるのが、まあ要はそういう回だったんで、まあ要はそれをいかに出せるかっていうのが、まあ確かに何十回とやってればめっちゃいい回はそりゃ出るでしょうね。まあ今回はザ普通な回みたいな感じかな。まあちょっとなんか少し物足んない気もするけども。であとはラスト早上がり、まあそうだね、さっきだって1分あったわけですから、なのでまあ途中でもう5体ぐらいでサクッと仕切って、で次に繋げるみたいな、まあそういうやり方をすればギリギリ間に合ったかもしんないけど、いやただちょっと難しいっちゃ難しいですよね、その早上がりのタイミングが。まあそんなこんなで、まあ少しね個人的には物足りない結果となってしまったんですけども、いつかねちょっと1100万のリベンジを果たしたいやりたいと思いますよ。このためにちょっと素早さのね45とかも買ってきたんで、いやなのでねちょっと次回こそはなんとか1100万やりたい。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあちょっとね個人的には残念な結果だったんですけども、まあそれでもね、いや全然1000万普通にいけるっていうことで、いやなんならこれ今特急メタル招待券ってすごいけど、もう少しでねなんか特急メタル招待券に追いついてしまうんじゃないかみたいな、そういった玉球を叩き出せます。まあしかも特急メタル招待券なんてあれロード時間とかいろいろあるんで、実際には40分ぐらいかかってるんで、まあ30分でねまあこれはやってるわけなんで、だからそう考えるともう実質的な特急メタル招待券なんじゃないかということで、まあ効率的に見たらそうなのかなと思いました。まあ要するにやってることといえばお金出して特急メタル招待券買ってるみたいなもんですよ、言ってしまえば。まあなので昔我々がメタ金を買っていたみたいな感じで、お金に余裕がある人、まあもしくはちょっとレベル上げ急いでる人、そういう人はぜひともね、ちょっと今回のゴーレムやってみたらいいんじゃないでしょうか。というわけで今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。